市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします今回は5月7日月曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします今回の発表の内容はワールドシティーズサミット市長フォーラム2012への参加についてと都市独自の養護一体化に向けてオープンディスカッションの開催についての2件です はい、ではですね、あの2件、まあ、1つはこのワールド・シティーズ・サミットという、まあ、こういうものがございます。で、これについて少し発表させていただきます。えー、それからもう1つはあの、津市の、えー、独自のですね、養蜂一,一体化に向けてオープンディスカッションを始めると、この2つについて報告をさせていただきます。えー、最初のものはですね、自治体、財団法人自治体、国際化協会さんとの共同、 発表とということになります、えー、お手元のこの発表資料にです、ねえーまああの、財団法人、自治体、国際閣僚がクレア、シンガポール事務所と津市、三重県、えー、津市役所ということであの、共同発表という形を取らせていただいております。えー、このワールド・シティーズ・サミット市長フォーラム2012というものに、私が参加をするということでございますけれども、 ワールドスティーズサミット市長フォーラムというのはです、ね、シンガポール共和国の国家開発省が主催をする、全国各地からです、ね、招待をされた知事、市長が、都市が抱えるさまざまな問題の解決に向けて討論を行うという、まあ、こういう国際会議でございます。まあ、本年はです、ね、このの1番にににございいますようう7月1日に市長フォーラムというのが 開催をされますのでシンガポールで開催をされますので、このフォーラムの議長を務める国家開発大臣兼貿易産業担当大臣のリ・イーシャンさんからです、ね、この招待状というか、招聘状というか、この別紙1ですね、こういうインビテーションが来たということでございます。これはなぜは私が そのパネリストとして招待をされたかということなんですけれども、財団法人自治体国際化協会、クレアさんが推薦をされたということで、この会議自体は、ですね、暮らしやすい持続可能な都市のリバブルサステイナブルシティというふうに言っていると思いますが、この実現に向けて、ラウンドテーブルで、ですね、円卓でですね、 招待者がいろいろ議論をしようというものでございまして、この財団法人自治体国際化協会が私を推薦した理由は、英語でのコミュニケーション能力と、それから地方自治に携わった経験を評価して推薦したんだと、まあ、こういうふうなふうに聞いております。じゃあ、この市長フォーラムではどういうことがあるかという3番ですけれども、これは22年に第1回開催されて、 そして23年に2回目が開催されて、本年度が3回目ということであります。まあ、1回目は日本から横浜の市長が、2回目は大阪の市長が出席を、招待をされて出席をしたということでございます。林市長と横浜大阪はあの平松前市長ですね、ということでございます。 でまあ、市長フォーラムの様子なんですけれども、この別紙がです、ね、これがあの公式なパンフレットでございまして、そこに4枚目ぐらいにちょうどこの円卓の雰囲気とか、それからあのパネリストが発言している雰囲気とか、まあ、こんなふうな写真が出ておりますので、まあ、こういう雰囲気のようでございます。まあ、あの特別にまあ招待された市長によるレベルの高い会議になると思いますので、 私としては、1つはですね東日本大震災を,踏、ま、を経験した日本の自治体が、ですねその後、あの防災施策にどういう取り組みをしているのかというようなこと、あるいはですね企業位置などによります地域経済の活性化策というようなことがやっぱりあの住みやすいと、それから 持続可能なというこの2つのテーマから考えるとぜひこう発言したいことかなというふうに思っておりますまあ、こういうことを中心に討論に参加をするとともに他の国での 都市政策です、ね、に関する情報の収集を行いながら、まああの、都市の名前を世界にアピールできればと、まあ、こういうふうに考えております。あの同時開催で、この世界都市サミットというものの中のワールドシティーズメイヤーズフォーラムということですので、その世界都市サミット、それからシンガポール国際水週間、 環境サミットシンガポールと、こういう3つのイベントが同時にこう並行して開催されているということでございまして、どのイベントにも参加できるということでございますので、この滞在期間中に他のイベントも含めて、への参加も。 してくるつもりでございますで4番にです、ね、その全体日程と、それから5番に私の工程が書いてございますけれども、7月1日の今のシティーフォーラムへの参加のほか、セレモニーやレセプション、それから世界都市サミット等の関係会議に参加するほか、とともにです、ね、財団法人自治体、実際国際化協会シンガポール事務所との意見交換もさせていただきたいと、こういうふうに思っております。でも今回の費用は えー、シンガポール政府の負担があ招待者あ、つまり私の滞在費とかレセプション、参加費でありまして、えー、津市の負担はあ私のシンガポールまでの航空運賃を含ということお、まあ、プラス随行者のおお滞在費、それからあ航空運賃ということになると思います、まあ、以上が1点目であります。 それから2点目ですが、えー、津市のです、ね、独自の養保一体化に向けてということで、えー、オープンディスカッションを開きたいということでございます。まあ、現在、津市では、えー、公立の保育園、えー、保育所、私立の保育所、合わせて入所率100%を超えている中で、えー、公立、私立の幼稚園の入所率は50%強というです、ね、非常にアンバランスな状況になっておると。 いうことでございまして、これ、こういう中で、現在、保育所と幼稚園のワーク組みを少し流動化させていこうという、そういう法案が出ておる状況であります。国では、社会保障税一体改革関連法案の一つとして、3つの法案ですね、子,子ども・子育て支援法案、それからえ総合こども園法案など、 3法案が出ておるわけでございまして、この3つの法案の審議は、これ、今後どうなっているのか、どうなっていくのかというのは、まだまだ分かりませんが、えー、まあ少なくとも、養保一体化について、もうすでに法案が出てきたという状況があります。まあ、こういう中で、私ども、津市では、白山町の白山乳幼児教育センター、それから烏町の浜っ子幼児園ですね。 えこういうところでは、1つの施設で、建物で、ですね幼稚園、保育所、今制度は2つですので、幼稚園と保育所、2つの制度を運営をしているわけでございます、それからえもうあの別の名前をそれぞれ名乗っておりますが、一市長の高岡幼稚園と高野保育園という、これはまあ隣同士なんですけれども、こちらではですね合同で保育を行うなど、先進的な取り組みを行っております。 まあそこで,、まあこれまでも、これまでのこういう取り組みも参考にしながらです、ね、えー、皆さんの、保護者の皆さんのライフスタイルとかニーズに合わせて、まあ、保護者本位の都市独自の養護一体化ということをです、ね、まあ、あの昨年から、えー、市役所の中のチームではいろいろと検討。 してきているんですけれども、この際一度ですね今年度は、保護者の方々、それから施設、幼稚園のです、ね、経営者の方々、両者から、です、ね、いろいろとご意見をいただいて、少しオープンな形で討論をして、そして、今後の在り方を考えていこうと、これはまあもちろん、公立の、都市立のものをどうしていくかということと、それからまあ私立の方々には、 そういう声を聞いてです、ね、これからどういうふうにしていきたいというようなことをです、ね、少し議論していただこうと、まあ、こういう思いで、まあ、当初予算で120万でしたか、ディスカッションをする場所を設置をした、することを予算に盛り込みました、そこでその1回目としてです、ね、えっと、これは今回は、えー、保護者の方々、 子育ての関係の皆さん10名にお集まりをいただきまして、ディスカッションメンバー4番と今回書いてありますが、にお集まりえー、皆さん10人、10人ですね、にお集まりをいただきまして、えー、そしてあのお、まあ、国とかですね、えー、ごめんなさい、園とか、えー、所の保育所の運営の関係者はあなしということで、今回は、えー、子どもにですね、 こんな子ども園であれば、子どもを通わせたいなという保護者のニーズをはっきりさせるとこちらからスタートしようというアイデアでございます。したがって、私たちが望む乳幼児保育教育はと,とはということで、5月27日の日曜日、午後2時半から市役所8階の大会議室で開催すると。 であの社会保障税一体改革関連法案として出てますので、岡田克也担当大臣、まあ、副総理ですね、もうこの前半1時間ぐらいというふうに聞いておりますけれども、参加をしていただいて、まあ、現在、国が進めておられる子ども・子育て新システム関連3法案の内容についてですね、お話しいただきながら、ただあの、講演とかですね、そういう形じゃなくて、 このディスカッションメンバーの中の一人に入っていただいて、そして話をしていただくと、まあ、こういうふうに今、計画をしております、えー。公開でやりまして、このインターネットを活用してですね、あのまあ、同時中継しながら、E、えー、メールとかですね、いろんな形で、この当日ですね、ユーストリームを使って、そして、えー 当日も意見を言っていただけるように、まあ、そういうふうにしたいというふうに思っております。と、えー、ま託、あ、児サービスも設けるということでございます。まあ、この件は今日このように形で発表させていただいてから、この5月16日号の広報誌でも申し出をする,する予定でございますので、えー、皆さんのご参加をお待ちをいたしております。 まあ、発表事項2点でございますが、以上2点でございますが、ちょっとお許しをいただいて、本来事務的に発表することなんですけれども、ちょっとこういうタイミングになりましたので、この会見の時間になりましたので、1件あの、油漏れの事故がありましたので、ちょっと報告をさせていただきます。えー、昨日ですね、一市長のハゼにございます、名称ゴルフクラブにおいて、油漏れの事故がありました。えー、ゴルフ場の所有するタンク。 からですね、えー、約4000リットルの油が漏れたということのでございます。であの私どもは市はゴルフ場から昨日16時35分に報告を受けましたので、消防一総合支所それから警察県と連携取りながら私どもでは、えー、油がなが油が漏れてそしてえー、っとゴルフ場の調整池に流れ込んでおります。その そこからさらに水路があってです、ね、そこに流れ出したということで、約200枚の吸着マットを配布すると、それから県の方では、中性水道局さんでオイルフェンスを設置するという防護措置を昨日時点で実施をいたしました、でまあ、消防として、私ども消防としてやるべきことは、当然その、まずその危険物でありますから、危険物の管理。 がまあ、あの緊急事態になっているので、それをきちっと対応でき,るかどうできたかどうか、それ火災の危険がないかどうかということをです、ね、まず応急対応としてやるわけで、その点については、さらなる流出とか火災の恐れは現地を消防が確認しているところにないという状況であります。で、その次に消防が、まあ、警察にもご支援いただきながらというか、警察ともにやるべきこととしては原因の究明でありますので、これは現在、 原因の調査を進めておるところでございますそれで、まあ、以上があの現在の状況なんですが、えー、これ、環境への影響とかですね、それから水路と申しましたので、その水路から先がどうかというところ、これがあの心配でございますので、これは現在、環境への影響、被害があるかどうかということについて、 県の方がですね調査中であります。これはあの水質汚濁防止法で県の所管となっておりますので県が調査中であります。であの調査の進展があればですね私ども担当部局からまた報告をさせていただきますし、えつしそしても地元自治体として被害の確認被害のあるがあるかどうかということの確認に努めるとともに県が今たった今行っておられる環境への調査に協力を。 しておるところでございますあの県の県のを確認しましたら、今のところ発表の予定はないということでございましたが、まあ、私の会見の時間にたまたまあのぶつかりましたんで、えー、現在のまでの対応状況についてだけ報告をさせていただきました。引き続き、えー、この件については的確に対応していくとと,ともに、報道機関の皆さんには、えー、状況をまた担当部局の方から、まあ、とりあえず消防からということになりますか。 それからあと、まあ、何か出てきたらです、ね、被害が出てきたら、被害については発表、報告、事務的に報告をさせていただきたいと、こういうふうに思っておりますので、よろしくお願いします以上でございます。